ロウ、相手になってくれるか。あ、ワルフェン、どうかしたのか。いや、珍しく鍛錬をしていないから腹でも痛いのかと。あのな、俺だって別に四六時中鍛錬してるわけじゃねえよ。そうか、暇さえあればやってる気がするがな。それは強くなりたいんだからしょうがないだろ。ああ、ただたまには筋肉に休みを作れって親父に言われたから。ジルファに？ガキの頃さ。ガキだから親父が帰ってくると単純に嬉しくて、だからひっついていろいろ教わろうとしたんだ。そん時言われた。熱心なのはいいが、がむしゃらにはなるな。お前が勉学を休みたい時があるように、お前の体が鍛錬を休みたい時もあるもんだってさ。自分は休むことなんて忘れたみたいに突っ走っておいて、よく言ったもんだよな。ジルファらしいな。別にしんみりするところじゃねえって。ただ親父は突っ走ることの怖さを教えようとしたのかもな。それともこれって俺が勝手に解釈してるだけなのかな。もっといろんなこと聞いとけよかったな。